はい、クラピアチャンネルです。今日もマリニャンとアンシングです。苗の様子も確認しに来ました。クラピア敬語、花がすごいですね。敬語は咲き始めは思ったよりも花が多いんですよ。なんか岩だれ草、姫岩だれ草のような感じで、こう花がこう、なんつうんだろう、平らっつうんだが、ちょっと大きめ、大きめっていう言い方があるのかな。いずれね、真っ白い、こんな感じですごいいっぱい出ます。これはS1 なんですけど、花の感じが違うのが分かりますよね。 S1 ってこう真ん中にこのポチンとつぼみのやつが残るんですけど、マリニャン敬語は真ん中の黒っぽいのがこう見えない、なんでこう見た感じが白っぽいですよね。だから真っ白いような感じで。マリニャンは相変わらずゴロゴロです。 K7 の上でゴロゴロになってました。ですね、やっぱりこうなんていうのかな、なんか根を下ろしてるっていう雰囲気が、そんなにはないですよ。ちょっとこう引っかかるのかなって感じもあるんだけど、ずんとこう根を張ってるような感じはないです。今のところ、もう少し伸びてくるとどうなるかですね。S1 の中では根がこう少し広がるとなんか違ってくるのかな。でもなんか根が張ってるような感じがする。ものによっては、ちょっと最近天気がね良すぎてね、雨があんまり降ってないんでね、湿り気があると違うのかなと思ってますね。花ちゃんがなんか周りを見て、何個いっぱいだ。みんな猫を見に来た。近所の子供たちが。テント張ったの？すごいな。すごいな。バーベキューでもしてるんだ。お肉食べた？バーベキューでもした？話うまいな。